はい、皆さんおこんばんにちは。そしていらっしゃいます、佐藤久美です。それでは現実の続きをやっていくよ。まあね、今回はクレーのお話をやっていくよ。まあちょっとさ、最初だけ進んじゃったんだけどね、残念。なんかね、アルベドが忙しいからクレイの面倒を見てくれや、みたいな話ですね。どうなんでしょう。ここじゃい。わあ、いい匂い。この湯気がする四角い鉄の箱から美味しそうな匂いがするよ。おでん。パチパチ。すごく綺麗だよ。ラーメン。それはこのヌードルなんかじゃなくて、重骨ラーメンだぞ。重骨。じゃあ。牛ではない。あのお皿に入ってる黄色くて赤いのは何？三色団子。それも知らないのか？それは串焼き三種。串焼き三種。この黄色い小さなケーキ。何？それは長蘭の卵焼き三種。卵焼き。すっごく美味しいのに。食べたことないのか？わあ、そういうこと言うな。重骨ラーメン、串焼き三種。どう考えても異国の方だろう。長蘭の卵焼き、すごく美味しそう。ふふん、当たり前さ。君、外国から来たんだろ？どうりて食べたことないはずだよな。そうだよ。俺の小遣いで、君に長蘭の卵焼きを一つおごってやるよ。俺たち稲妻のうまいもんを食わしてやる。本当？でも陳団長が他の人のものは取っちゃいけないって言ってた。団長。しかもそれってお前の小遣いなんだろう。子供の小遣いを使わせるのはなんだか悪いぞ。悪い。俺君のこと知ってるぞ。え？宵美お姉さんの友達だよな。そうだ。でも本当に卵焼きなんか作れるのか？作れるよ。こいつからしたらそんなの朝飯前だぜ。クレイと岩尾の二人に卵焼きを作ってやれるよな。貴様の分も作ってやろう。本当か？感動したぞ。お前成長したな。ついでにな。じゃあオイラたちはここで楽しみに待ってるな。楽しみ。間違えた。あ、酒のレシピもらえるかな。おにぎり、おにぎりだったわ。栄誉騎士のお姉ちゃん、卵焼きってどんな味なの？どんな味って言う。どんな味。甘いのもある。姉ちゃん、本当に卵焼きが作れるの？もし腕前に自信がなかったら志村寛兵衛おじいちゃんのところで買ってきてもいいぜ。大丈夫、笑わないから。ずるじゃん。そんなことしないよ。これだな。ディルックの旦那じゃなくて、ディオナでもオッケーな。俺は初めて作るから、しゃあない。卵焼き。俺は、しょっぱい方なの？それとも甘い方？わからんね。ドリーン。こんな作る意味あんのかな。まあでも一応、自動料理解放した方がいいよね。こんなもんでいられば高校まで。これあんまり復活のやつだからな。使わねえだろ。栄誉騎士のお姉ちゃん。これで、
三つ必要だったのかよ。本当にできてる。パチパチパチ。姉ちゃんすげえ。うん。甘くてすっごく美味しい。すごく美味しい。うまいな。うまいんだ。やっぱり旅人は最強だぜ。作ったらディオラだけどな。美味しかったけど、やっぱり俺はユイミヤ姉さんの方がすげえと思う。ユイミヤ姉さんって誰？結局ユイミヤ。その人も卵焼きが作れるの？スーパーヒーローお姉さん。ユイミヤ姉さんは何でもできるんだ。物語が話せて、金魚を飼ってて、花火も打ち上げられて、俺たちに飴もくれる。金魚を飼ってて、いる？一番すごくて、一番いい人なんだぜ。クレイの中では、ママが世界で一番すごくていい人だよ。すごいわな。それに、他にもまだまだ、クレイもいい人をたくさん知ってる。アルベドお兄ちゃんでしょ、栄誉騎士のお姉ちゃんに、ジン団長、それからガイアお兄ちゃん。クレイ、まさか全員の名前を言うつもりじゃないよな。全員言うつもりか。君の言った人たちのことは知らないけど。知らないだろ。ユイミヤ姉さんなら紹介してやれるぜ。一緒に来いよ。ユイミヤ姉さんのところに連れてってやるからさ。いつもの祭りだとユイミヤ姉さんはすごく忙しいんだ。でも今回は忙しくないから俺たちとも遊んでくれるぜ。なんかユイミヤ姉さん最近あんまり元気がないみたいでさ。もしかしたら君が来たらユイミヤ姉さんも元気になるかもしれない。うん、一緒にユイミヤお姉ちゃんに会いに行く。ユイミヤの姉子。一味違った串焼き食べてみないか。何時？姉子、姉子、姉子。なんか近いから歩いていっちゃおうぜ。てるてるるる。開いた、良い宮。るるるる、はぁ。良い宮姉さん、そんなに悲しまないで。僕が面白い話をしてあげるよ。悲しまないでって。昨日、角の生えたお兄さんと虫相撲をやったんだけど、3回とも僕の勝ちだったんだよ。イット。イットに勝つなんてやるやんか。もうイット出てこないのかな。あんたすごいな。ヨイミヤお姉ちゃん、姿の彩り祭では花火はあげられないけど、イットの声優さん、西川兄貴だからな。なかなか難しいんじゃないかな。数日の間、城内で花火が禁止されるだけの話や。うちもそんなに落ち込んでへんさかい。ヨイミヤ姉さん、遊びに来たよ。そうなん。なんで？新しい友達を紹介するよ。外国から来た女の子なんだ。なんて名前だっけ？クレイだよ。クレイだよ。こんにちは、クレイちゃん。うちはヨイミヤ、この長野原花火屋の店長や。うん、こんにちは。パンパン花火。その帽子と服、かわいらしいな。模様が個性的やわ。それにそのリュックも、へえ、えらい工夫されて作られとるわ。ランドセル。これは四つ葉のクローバーなんだよ。ママとジン団長が四つ葉のクローバーは幸運を運んできてくれるって言ってたな。そうなんや、めっちゃええや。みんなも気に入ると思うで。それにリュックについてるちっこい精霊もえらいかいらしいや。これ精霊なの？これはドドコだよ。クレイの一番の友達なの。よく一緒に星落としの湖でお魚をドカーンしに行ってるんだ。ドカーンするな。ドドコって言うんか。ドドコ、面白い名前やな。気に入ったわ。うん、ドドコは生まれたら風に乗って冒険に出るんだ。そうママが言ってたよ。風に乗って冒険に出るな。クレイちゃんのママロマンチックや。うん、ママは一番すごくて一番いい人だよ。岩尾くんの言ってたこと本当だったね。岩尾くん、ユイミヤお姉ちゃんもすごくいい人。
うちもクレイちゃんとは気合うわ。うちら絶対ええ友達になれると思うぜ。同じ炎属性だから二人ともすっかり意気投合したみたいだな。よかったぜ。クレイちゃん、四つ葉のクローバーが好きなんやったら、うちが四つ葉の形した花火作ってクレイちゃんに見せたるわ。やったー。花火の後はドドコと一緒にみんなでお魚をパチ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 。待てよ、お魚をドカーン。お魚ドカーンはダメよ。ダメだからな、アルベドから言われてるだろ。少し浮かれすぎてしもたわ。忘れてまうやなんて。シャブ業の人から言われてるんや。姿の彩り祭の期間中は稲妻全土において花火は禁止やってな。じゃあ禁止なの？禁止。なんで？わかった。え、なんでなんだ。おいおい、新しい友達ができるのって嬉しいことのはずだろ。話しむんじゃないぞ。なんでこんな悲しい空気になってるんだよ。そうだぞ、やることはまだまだ他にもたくさんあるんだ。そうそう、さっきサイカが言っただろ、祭りには他にも面白いものがあるんだぞ。どうやクレイちゃん、もしかしたら姿の彩り祭も楽しいかもしれへんで。うん、クレイ、姿の彩り祭に行ってみる。姿の、なんでヨイミお姉さんに元気がないのかまだわかんねえや。バカ岩尾、ヨイミお姉ちゃんに元気がないのは姿の彩り祭でみんなのために花火をあげられないからに決まってるでしょ。なるほどね、ストレス溜まってんの。着いたな、ここが姿の彩り祭の会場だ。ファミケ会場、いろんな屋台があるぞ。どうだ、見るからに面白そうだろ。オーケー。異教人喧嘩旅、金髪武士に吹く死の風、長い名前やな、初めて見るわ。新しい小説やな。似合うか。作者草丈一志か。一志か。ヨイミお姉ちゃん、このお名前変だよ。草丈一志かじゃなく、かやぶき一家だ。なるほどね。異教人喧嘩旅は俺の最新作で、金髪武士に吹く死の風はシリーズの第一部さ。その何それ、異教人に吹くの物語にはいい友達は出てくる。いい友達、カヤお兄ちゃんが言ってたよ。いい物語の主人公にはいい友達がいるもんだって。いや、それはない、全くもってない。そんな安っぽい展開は俺の小説には絶対に出てこない。どうしたら、檜山さんっぽいけど。孤独で果てのない檜山さんじゃない。武士道を追い求める人生、これこそが小説に書くべき物語だ。そうなんか、その物語はクレイちゃんには合わへん気するわ。うちらやっぱ他んとこ見てくるな。優勝でも書いとくれ。ちょっと待ってくれよ、お嬢ちゃん、本当に一冊も見ていかないのか。特別に4割引きでもいいぞ。うるせえ。ああ、テクテク歩いて行く。あ、ほら無人じゃん。フィッシュルなんとか物語。フィッシュル何やってんだ。フィッシュルお姉ちゃんの物語みたいだね。そうね、何やってんだろうね、あの中二病は。それは公女って読むんや。公女。クレイちゃんはこの小説読んだことあるんか。出た。うん、読んだことないよ。でもクレイ、フィッシュルお姉ちゃんのことは知ってるよ。実物にあってる。フィッシュルお姉ちゃんはいつもオズと一緒にいるんだ。オズ
これはね、カラスな冒険者協会のみんなが知ってることなの。ドドコをドアップ。クレイとドドコがいつも一緒にいるのと同じ。ドドコ今退屈だなって思ってないかな。クレイちゃん、これも仕方あらへんことなんや。姿の彩り祭には本が多いやろ。燃えてしまうもんやさかい、火に気ぃつけへんかったらあかんねん。そういうことなの。それで中止なの。姿の彩り祭も宵宮とクレイを喜ばせられなかったな。うん、でも花火もお魚ドカーンもダメでも、きっと他に魚ドカーンできることがあるはず。魚ドカーンはどこでもダメだ。つまりどういうことや。そっか、追いかけたい。姿の彩り祭っていうのは作品を展示する場なんだから、みんなと同じようにドドコの物語を展示するといいと思うぞ。なるほどな。うんうん、この考えいいんじゃないか。クレイね、アルベドお兄ちゃんにお絵かきを教えてもらったことあるよ。ドドコが稲妻で出会ったこと、クレイかける。想像力豊かでええやん、うちも賛成。それに描けた物語を姿の彩り祭で展示できるなんて楽しみやわ。やったー、どどそんな急にできるもん。うんうん、よかったな。じゃあクレイちゃん、うちの店に紙とか筆とか絵の具取りに戻ろう。一緒に物語描くで。絵の具、うん、出発。どこ行くねん。やる気を出した途端、今度はすごい勢いで走ってっちゃったな。オイラたちも追いかけようぜ。ジェン団長が今行くよ。さっきクレイちゃんと相談したんやけどな。うい。この物語の内容はね、内緒にするって決めたの。内緒。まあ理由は聞かんといてや、後でわかるし。うちらが店にいる間、あんたらは姿の彩り祭を見てきたらええわ。また時間経ったらうちらんとこ戻ってき。よいみやお姉ちゃん、早く早くお絵かきしに行こう。あれ、オイラみんなで絵が描けると思ったのに。なるほど。なんか気が収まらないぞ。あ、いいこと思いついた。窓辺に行ってみようぜ。窓辺、盗み聞きか。ドドコが稲妻に来たらどんなことするんかな。ね、ドドコは美味しい串焼き三種と牛骨ラーメンと長男の卵焼きを食べるんだよ。へえ、ええ感じやん。クレイちゃんはそれ書いてるんか。めちゃくちゃ上手に書けてるわ。書き終わったら印刷しようか。量産すって姿の彩り祭で配るで。でも印刷するんやったらモラいるやんな。うちが普段から貯めてるお金で足りるんやろか。よいみやお姉ちゃん、クレイもモラ持ってるよ。ほら、50モラじゃ足りひんかもな。本当にどうしようもあらへんかったら旅人に何とかしてもらおうか。ね、栄誉騎士のお姉ちゃんはすごく大変だから、クレイもう迷惑かけたくない。だからクレイがお魚をドカーンしてモラを稼いでくる。お魚ドカーンはあかんって、パイモンちゃんと旅人に言われてんのやろ。お魚ドカーンしてお魚売るの、じゃあアルベドお兄ちゃんに頼るしか。アルベドお兄ちゃんって。アルベドお兄ちゃんはクレイのお兄ちゃんだよ。すごく頭が良くて本当のお兄ちゃんではね。お
絵かきも上手で、ヒルチャールとかガイアお兄ちゃんとかドドコも描けるんだよ。アルベドお兄ちゃんが稲妻に来たのもみんなに絵を描いてあげるためなの。ヒルチャール、あーなるほど。クレイちゃんの言うアルベドお兄ちゃんは多分八重堂に協力してる画家の先生やねんな。画家の先生？それって絵を描く先生のこと？アルベドお兄ちゃんってスクロースお姉ちゃんの先生のだけじゃなくてお絵かきの先生でもあったんだね。ユイミヤお姉ちゃん、スクロース見せて。アルベドお兄ちゃんが教えてくれたの。本業はスクロースの先生だ。こうやって塗るんだよ。へー、よう似てるわ。そうやったらうちはこっちの街道描いとくし、クレイちゃんはドドコに色塗ってや。それにほら、ここに字入れれるから絵の説明もできるで。うん、じゃあこう描くね。もう、あ、もう聞こえないみたいだな。ドドコは稲妻でほんまに楽しそうに遊んでるな。二人とも、ドドコ、まるで本当にドドコと一緒に遊びに行ったみたいに嬉しそうだな。さて、あとはドドコの物語を印刷するだけや。八重堂に行こうか。八重堂に行くん。巫女さんに会うことになる。診断帳が走る。着いた。ここが八重堂や。八重堂の人、あ、いた。新谷おばちゃん。新谷おばちゃん、知ってる人。おばちゃん、おばちゃん、誰が私をおばちゃんだって。ああ、白亜先生が連れていた妹ちゃんね。おばちゃん、クレイちゃん、今日はどうしたの。失礼だろ。新たにおばちゃん、手伝ってほしいことがあるの。ドドコの物語を印刷してみんなに見せてくれないかな。クレイからしたらおばちゃん。ドドコ、もしかして妹ちゃんも小説を書いてるの。ドドコっていうのはその物語の主人公かな。いや、ちゃうねん。ドドコっていうんはほんまにいてる存在やで。ほら、これがドドコや。わからないわ。わからない。じゃあ、オイラたちが説明するぜ。じゃあ、わからなくていいよ。なるほど。その願いに応えてあげたいのは山々だけど、ごめんなさいね。姿の彩り祭における個人作品の印刷委託はもう期限が過ぎてるのよ。それってドドコはみんなに会えないってこと？ごめんね、クレイちゃん。クレイちゃん、そんな悲しむことあらへんね。しゃあないで。まだうちと旅人がおるやん。うちらが方法考えたるわ。その、どうすんのよ。新たにさ、本当にどうにもできひんのか。あったね、おばちゃん。モラならいっぱい出して。印刷の人手が足りひん言うんやったらうちらが手伝う。よいみやさん、お気持ちはわかるけれど、これはそう簡単に解決できることじゃないのよ。今回私たちが個人作品の印刷まで手伝ったことで多くの本の印刷が遅れてしまったの。最近は印刷工場も大急ぎで遅れを取り戻そうとしてるわ。だから本当に無理なの。印刷工場ってどこよ。どうしよう、本当にどうしようもなさそうだろ。どうすんねん。いや、陸士に頼む。諦めさせたりせえへんで。うちが子供の頃、父ちゃんが祭りに連れてってくれる言うたのに、仕事が忙しすぎて忘れられてしもたことがあんねん。いつになったら父ちゃんはうちを連れてってくれるんやろってずっと考えて、祭りに参加した人がどんどん帰ってきてもずっと待ち続けとった。その夜うち大泣きして、そんで今でもずっとあの時どれほど悲しかったか覚えてる。うちはクレイちゃんにそんな思いさせとうないんや。
印刷できひん言うんやったら、うちはうちのやり方で最善尽くしたるわ。だからうちは自分で書く。この何日かを使って書けるだけ書いて、姿の彩り祭に持ってく。自分で書くむずいだろ。よい宮のその譲らぬ姿勢、わらわはとても気に入っておるぞ。ミコ、それにアルベドも。状況は相分かった。申し訳ありません、八重様。よい、分かっておる。汝はただ決まりに従ったまで。それに印刷の進捗も確かに芳しくはないからの。じゃが八重堂は人々に夢と喜びを与える存在じゃ。かわゆき目の子の願いすら叶えられぬなど、みっともないことこの上なしじゃ。そうじゃな。うむ、分かった。よい宮、何がい。そして目の子よ、主らの作品を印刷させてもよいが、ちょっとした代価を払ってもらうぞ。それでもよいか、宮司様。目の子、代価なんてとっくに覚悟してます。もったいぶらんと言うてください。魂でも売るってた、ま、何も恐ろしいことではあるまいし、わらわを鬼ババのように言うでな。鬼ババ。わらわが言いたかったのは、今から印刷をするには一つしか手段が残っておらぬだろうということ。それは他の印刷物の余白に付け合わせ印刷をする方法じゃ。じゃが現状、反面にはもう角しか印刷できそうな余白が残っておらぬ。その本を入れるには大きさを半分にする必要があるぞ。そのような犠牲を何時らは受け入れられるか。クレーちゃん、なるほど。うちらの本を半分までちっちゃくしたら、宮司様が印刷してくれはるらしいんや。別紙ってこと。それでもええか。いいよ、ありがとう、宮司様お姉ちゃん。宮司様お姉ちゃん。この子はなんと可愛いんじゃ。ならこれで決まりじゃな。新たに今晩の印刷に間に合わせよ。はい、今すぐ手配してまいります。大丈夫なのそれ。付け合わせ印刷をすることは確かに可能かもしれないけど、印刷工場にはきっと迷惑をかけてしまうだろう。本当にすまない。気にせずともよい。この小さき手助けはクレーちゃんへの手土産じゃ。それにこの先も八重堂からは汝に差し絵を頼むことがあるじゃろうからの。タクア先生、これはわらわの投資だと思ってくれて構わぬぞ。先生なの。さて、これ以上何時ら兄弟を邪魔するのもあれじゃし、兄弟、わらわは先に行くぞ。よし、これで完璧に解決やな。あとは八重堂からの言い知らせを待つだけや。良い宮に旅人、まさか二人がクレイにこんな楽しい思いをさせてくれていたとは。本当にありがとう。気にせんでえって。うん、分かってるよ。うん、クレイは僕の大事な家族だからね。家族。英雄騎士のお姉ちゃん、見て見て、新たにおばちゃんがトドコの物語を持ってきてくれたよ。新たにおばちゃん、これでやっとクレイとヨイミヤが隠してた秘密の内容が見れるぜ。おばちゃん言うのやめてあげなさい。いや、まあそんな大したもんでもないんやけどな。ドドコとクレイ、ドドコとクレイ、それにうち、そこにあんたらを加えたみんなで一緒に経験した物語や。あ、投げ。どどこ、もういいなぁ。鹿狩り。あ、差し入れここにあるのか。ちょっと長いから、絵だけ見ようぜ。はい、まあ、全裸じゃねえ、あれ。じゃあ。花火か。
オイラオイラ有名になっちゃうな。もちろんパイモンちゃんかて出てくるで。これはドドコとうちらみんなの楽しい経験なんやから。クレイとヨイミヤお姉ちゃんから栄誉騎士のお姉ちゃんに送る物語だよ。八重様から二人に伝言よ。この本は合板印刷されたものだから量が君たちの想像よりもはるかに多いの。印刷費はいらないけれど、君たちの本の売れ残りは一緒に印刷された本の特典として付けられる。どう？それでいいかしら。そんなんほんまにええんか？うちらはええとしてもその本の作者さんが。実は一緒に印刷された本の名前はテイワット観光ガイドっていうのよ。あ、出た。あ、ママの本。アリスさんの本や。クレイちゃんのママ本書ける人やったんや。いや、まあ、クレイちゃんの母親であるアリスさんはテイワットの有名な冒険者なの。ガイドブック書いてる。彼女のテイワット観光ガイドもちょうど新しく稲妻編が出るところなのよ。アリスは全然来ないね。八重様はすでに宣伝文句を考えているわ。参加するのかな。テイワットで最も有名な冒険者の親子がついに手を取り合う。本当の編では出てきてほしい、うん、大ヒット間違いなしね。そんなことだろうと思ったぜ。ニコが損するような取引をするわけない。せやな。めちゃくちゃ八重様らしいな。でもこれでよかったんちゃう？クレイ嬉しい。ママの本と一緒になれるなんて、まるでクレイとママが一緒に冒険してるみたい。姿の彩りさえに来られて本当によかった。アリスさんも稲妻来てたのにな。あ、というわけでこれで終わりっぽいですね。ああ、ちょっと早いし、ゆくわきくん編をやっていこうか。みんな、リーユエから稲妻の姿の彩り祭に参加しに来たんだよな。オイラたちは姿の彩り祭のガイドなんだ。ガイドだ。島まで案内するぜ。ガイドって観光ガイドだ。あれ、オイラの気のせいか？ん？お前のことどこかで見たような。誰やねん。気のせいじゃありません。あ、私は飛雲商会の阿曲です。この船には書道家以外にも画家や機関機関の騎士も乗っているんですよ。以前機関機関の発明者が飛雲商会まで投資の話を持ちかけてきたんです。ゆくわきくんの旦那様は興味を示さなかったんですが、お月の人じゃん。坊ちゃまの方は支援したいとおっしゃっていました。聞いたところによると、姿の彩り祭でも機関機関の展示とお試しがあるそうで、旦那様から坊ちゃまと一緒に稲妻でこの製品の将来性を確認してきてほしいと頼まれたのです。なるほど。じゃあその坊ちゃまはどこにいるんだ？その坊ちゃま。坊ちゃまはそこにおられた。なあ、ゆくわきが座ったまま寝てるぞ。おや、旅人にパイモン。君たちも稲妻を訪れてきたのかい？どうやら僕たち本当に縁があるようだね。まだまだだよね。オイラたちは客じゃなくて姿の彩り祭のガイドだぞ。元気だってか。問題ないわ。なんか元気ねえな。船の上で小説を読むのに夢中になってしまってね。船酔いか。気がついたら夜が明けていただけだ。やば。そうだ、島に上陸したら勘定奉行に招待状を見せなければならないんだろう。ああ、そうだね。先に招待状を取り出しておこう。どこに？またなくしたんじゃねえか。これは下、僕の荷物の下に紙がある。おかしいな、さっきまではなかったはずだけど。オイラたちに見せてくれ。なんだ、さっきまでなかった。あ、出たー、五河川のやつ。赤い人はなんか石人なのか、なんて読むんだろう。間違いない、この前手に入れた物語のシリーズだ。文字の筆跡まで全く同じだぞ。青い沖縄編じゃねえ。この前手に入れた物語、港口の層。あ、
驚きの顔をする蛍ちゃん。おいらたちの友達が離島で姿の彩り祭のためにご家臣の肖像画を描くんだけど、肝心なご家臣の物語がいろんな場所に隠されちゃってるんだ。その物語を見つけてそいつに渡せばモデルとして絵の中に描いてもらえるかもしれない。待てよ、それってなんだ。でもこの一瞬で他に思いつかなかったんだ。それってまさか白亜先生に会えるということかい。ああ、そっち。そうとも言えない。アルベド、本当かい。それはよかった。実は以前から白亜先生が姿の彩り祭に参加することを知っていてね、帰還期間の投資価値を見極めるという名目でなんとか父上に稲妻へ来ることを承諾させたのさ。そういう意味だけど、それからすぐに白亜先生が祭り期間中にご家臣の肖像画を描かなければならないと聞いた。せっかく白亜先生と稲妻へ来ることができたのに会う機会すらないなんて、そう思ってしばらくの間ずっと落ち込んでいたんだ。安心しろ、ゆくあき。確かに白亜先生には仕事があるけど、友達にすら会えないほど時間がないわけじゃない。今からあいつのところに連れて行ってやるぜ。それにもうオイラたちも聞いてるぞ。白亜先生はお前の小説「珍集集見録」の挿絵を担当してるんだってな。君たちも知っていたのか。正直なところリーウェでは全く人気が出なかった僕の小説が稲妻で売れている理由、その半分は白亜先生の美しい挿絵のおかげなんだ。白亜先生は絵の腕もさることながら完成させる速度も凄まじい。最新章の挿絵はわずか数時間で描いたそうだよ。やばいわ。僕の見解だが、あの挿絵には迷いが一切なく、シゲロハイや、実に成功なものだった。おっと、話に夢中で時間を忘れてしまったね。早く行こう。アルベドはキシュエロハン先生、アルベドのおかげで行く秋の注意をそらせたな。ヘブンズドア、気づかれなくて済んだし、アルベドに会ってもボロが出ないといいんだけど。それはどうなんでしょうね。つうとこで今回は終わっていきましょうね。次回はこれ、ゆくよきくんくんをやっていくよ。それではまたの頃に行ってお待ちしております。バイバイ。